前らがな、七面鳥食ってる時にな、こっちは餅なんだよ。というよ。いいんですよ、見てるのは見てる、1月だから。メジクリソース。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年が始まりました。始まったけど、はい、何も変わらない。別にあの大晦日 も、はい、もう年末年始も、はい、ずっとジム。で、ケンさん、うん、まあ25でしたから無理しなくて大丈夫。はーい。めちゃくちゃ YouTube あったのに。俺の気遣いよ。まだ25なんですよ。まだ25なんですよ。まだ25。まだクリスマスなんですけど。本当にこんな立派な。立派な。これ何人家族のこれ。いや、そうですよね。爆食い企画じゃないですけど。まあまあ。カーボをいっぱい食いましょう。うん。あの、めでたいですから。めでたいの。餅いっぱい食ってみたどうか。そう。うん。そう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 。しかも大体ね、はい、世間一般の家族なんてね、はい、良かれと思って切り餅とかいっぱい買うじゃないですか。いっぱい買いますね。余すんですよ。そうなのよ。そう残っちゃうの。いや、それをね、余したね、切り餅とかのね、はい、食い方をね、いや僕ら二人で、はい、そうですね、格闘家とボディービルダーだったらどう食うかと、はい、どう食うかって、うん、うん、決まってんだろ、あんこで。あんこもあります。あんこもあります、はい、他にもあります。あります、あります。はい、なので今日は、餅いっぱい食べてみた動画にしましょうか、ね。餅みんな食べてもいいんだけど、ちゃんと運動するんだよ。あ、そうですね。そうそう、もしくは運動した後食べる。そう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 、そうですよ。あ、うん、あと今年の抱負なんか話しながらやっていきます。そうですね、はい、うん、ということで、今日の餅食べ方なんですけど、うん、もうね、はい、手に持ってますよ、アンサー、アンサー、アンサーが。アンサーね。これあの、我々好きなんでね、こしあんが。こしあんがね、はい、でももちろん粒もいいんですよ。うんうん、やっぱこしなんです。こしですよね。こしなんですよね、うんうん、本当に。きなこ。きなこね。うん、うん、美味しそう。しかもこのきな粉は本当にもう大豆だけだ、はい、そうですよね、うん、お砂糖とかも入ってる、うんうんうん、食べていきます、杉田さん。ぜひ、お腹ペコペコ。ますね、お腹ペコペコ。まさかね、はい、クリスマスに餅食うとは。そうそうそう。25日だから。本当にもう、本当はケンタッキー食ってたんですね。いや、そうそう、だけど、うん、そうケンタッキーでもよかったんだけど、よかったんだけど、気になっちゃうからね。そうそう、この後ね、うんうん、そうそう、この後気にならないから、この後気にならない、うん、そうそう。これはちなみにレンジで、うん、チンチンしたんですよ。お湯をひたひたにして、うん、結構長いことやりました。うん、うん、これね、きな粉この中にお砂糖と塩を入れていくような。うん、餅にかけちゃうよ、全部。それでもいいですし、うん、これを例えばそれでいく、それでいっちゃう、そういうシステム、いっちゃう、いっちゃう。まずこうでしょ。あ、すごいな、杉田さん、そこで で、こうでしょ。で、あと塩でしょ。ほら、もう出来上がったもん。あ、すごい。もう出来上がった、ほんとに。お前らがな、七面鳥食ってる時にな、こっちは餅なんだよ。というよ。いいんですよ、見てるのは見てる、1月だから。メジクリソース。うん、うまい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 、やかやか。よかったよかった。なんかちょっと塩あった。あ、そうですよね。うん、甘さが上がってる。マグロのあのスタッフのね、うん、カトリーナさんがね、うん、気を利かせて、ほんと塩を持ってきてる、うん。こしあんね、こしあん、うん、うん、うわ、すごいね、これ。いいっすか、いただきます。うわ、うん、パンパン、パンパンでしょ。もう眠い、もう眠い、もう眠い。もうちゃった、うん、もうちゃった、血糖値が、もう来る血糖値。口の中に入れちゃうで血糖値がちゃった。すごい、これはすごいわ。あんこあったら、いちごもあるんで。あ、ほんとだ。うん、もうじゃあ蜂蜜食べようかな。うん、蜂蜜に餅って、カウンバアップの時にやりました。やりますよね、やりますよね。美味しいんですよ。美味しい、美味しい、すごい美味しい。蜂蜜はしかもこの時期ほら、あの乾燥するじゃないですか、うん、喉とかにもいいですから。いいよ、いいよ、ね、ほんとに、だからもう一年中吸ってるもん。吸ってすか。うん、ほんとそうそう。母ちゃんも多分父から蜂蜜出てましたよ。蜂じゃないですか、じゃあ。あー、失敗した。あ、全然暴露の、暴露の蜂の蜂蜜ね、いいね。ね、ちょっとこう余したきな粉。うん、うまっ。うまい。うん、あんこもあったほうがいいもんね。あー、あんこはちみつ、うん、最高っすね、うん、ちょっとこういろんなバリエーションで食っていきましょうと、うん、まあ、まだ2個目なんですけど、うん、いくらでもいける気がする、うん、うまい。そう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 、俺あれが好きなんですよ、お餅屋と、おしるこ。うまい、うまいね、うん、実家帰ったら作ってもらうかな、うんうん、あんこ、うん、すごいわ、うん、うん、うん、やわらかい、うん、缶ジュースのお汁粉向きないですか。うまっ。うまっ。あれ、サイズ感もずるいわね。うん、ちょうどいい美味しいサイズ感ですよね、うん、あれが500ミリリットルあったらダメなんですよね。
ダメダメダメ、ほぼ9割カーブ。そうですよね、今食ってるの、うん、うん、例えばね、あのカーブが多いやつ、うん、シナモンとかかけるとね、あの血糖値がちょっと、シナモンだ、そう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 、インスリンの感受性がちょっと良くなったりとかするんで、いや、そういうシナモンとか使ってもいいかもしれないね、うんうん、あのそういう血糖値を気にしてる人は、うん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 、あ、関根さん、うん、俺、いちごいっていいですか、うん、ありがとうございます、これをしっかり、うん、うん、これでいちご、そう、これ、いちご大福になっちゃうから、うん、そうだね、大福の概念でこれ、これいちご大福だから、いちごね、うん、水分が入ってるからね、でも、あんま外れそうになったそうね、これがあるからね、ほぼほぼビッグマックだからサイズが焼くより食いやすいかもしれない、焼きの、焼き切り餅も美味しいけど、うん、こうやって電子レンジのやつも食いやすい、すごい食いやすいですね、うんうん、ありがとうございます、ランコそば方式でね、ほんといけます、これでできるよ、井上さんはいけます、ほんと、あと1個いけます、あと1個っても心弱いわ、心弱い、心弱い、心弱い、さっき永遠に行けそうだとか言って、そうそうそう、早いから永遠がいくらでも行ける気がする、うん、うまい、そう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 、見てください、パンケーキ、うわすごっ、パンケーキね、これすごいですね、うん、関根さんでも常々いけないけど、これだったらそう、いけるじゃないですか、パンケーキめっちゃ綺麗、酢のもついてくる、あんこも、あんこもいっちゃう、あんこもいっちゃおう、あんこもいっちゃおう、あんこもいっちゃおう、血糖値でテンション下がってる、あんこもいっちゃおう、あんこもいっちゃう、えい、えい、はい、はい、はい、もうこれ、はい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 、アーボックアーボックアーボックよいしょ、うまい、うん、うまそうだもそれ、うん、めちゃくちゃうまそう、脂質も少ないと、はい、うん、乳製品も入ってるし、うん、いいっすね、俺にとっては天国、うん、うん、お正月何食います、その例えばご実家帰ったりとかしたら、あ、一応うちはおせち出ますよ、え、マジで、うん、おせちが出るの、あ、おせち、おせちが出るの、おせちが出るの、おせち、どこも三大貴族かと思ったあ、ごめんなさい、やめて、やめて、やめて、なんのアラーム、車移動しないと、あ、そうか、そうか、関根さん、ちょっと食べてもらっていいですか、あ、もちろん、もちろん、はい、一人で食うの恥ずかしい。さあ戻ってきました。はい、戻ってきました、はい、うん。ラストぐらいかな、これが。ラスト。これ20個あったんですけど。20個ですよ。すごいよ、関根さん。一瞬でしょ。20個なんて一瞬になって、ベーグルだって20個食っちゃうんだから、私。ベーグル20個食ったら。ベーグル20個ちょっと引きましたもん。そう、こうやってここに全部入れてる、こうやって。いや、そんな。ワンピースのキャラクター見たくない。開けろじゃないですか。3メーター50ぐらいあるやつ。知んないけど、キノコ食べるかな、うん、キノコ、さっきイチゴだけ食べちゃった、ごめんなさい、あ、いや、全然ダメなルールだよ、そうそう、怒られんのかな、イチゴだけ食べたのっつって、そうそう、俺怒られちゃうかなと思って消耗としてあと何がいいんだろうね、お餅ってね、魚焼きグリルとかあれば、うん、それで焼いて、やっぱお醤油つけて、あ、しょっぱい系ね、そう、 あと七味とかつけて、海苔で巻く、あ、いいね、いいね、カリカリの海苔、それもそれでうまいわ、うまいよね、まあ、それは来週やろう、気に入ってるわ取れない人なんかはもつよね、ああ、そうですね、うん、カロリーが取れない人ってたまにいらっしゃいますから、うんうん、サイズがちっちゃいけど質量があるじゃないですか、そうですね、そうですね、うんうん、1個ね、何キロカロリーだっけな、これね、100、あ、じゃあ120キロカロリーか、1個120キロカロリー、カーボン25取れるんだ、ざっくり、あ、そうですね、27ぐらいだ、うんうんうん、いいね、いいっすね、これ、うん、なんかちょうどいいわ、ちょうどいい、減量中の人がバクバク食べちゃもちろんダメだけど、そう、2個ぐらい食べたら結構落ち着くじゃないですか、うん、確かに確かに、おにぎり1個って考えたらね、うん、餅2個に変えてもいいかもしれない、あ、確かに確かに、そうだ、うん、そうだ、うまっ、きなこ、きなこうまい、うん、塩がいいよね、うん、あれだね、皿洗うの大変そう、確かにくっついちゃうから、うん、申し訳ない、つけといた方がいいね、後でね、そうっすね、うん、全部次は舐めてきれいにしていいの、それやっちゃって明日、皿か俺が生えてるかもしれないですよDNA が強すぎてトレーニングでよかった、欲してましたもんね、欲してた、うん、マオベイビーのスタンプぐらい欲してました、うん、全然反応しなかった井上さんは多分ちょっとニヤニヤしたんでしょうけど、はい、俺は、あ、はい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 、マッスルグリルってスタンプあんの、昔作りましたよ、新しいの作ります、なんか絶対良くない、でも今スタンプってあんま使えませんですか、
けど、なんか 俺は、俺すごい言われるの。マッスルビール作ったらなんかちょっとはなんか、うん、まあその収益とかじゃなくて、うん、うん、なんかできないかな。高いんだよ、作るの。全然ちょっと聞こえてるんだ。いっぱいあるんだよ、七尾のポーズとか。え？七尾のポーズとか使えない。七尾ポーズね、うん、うん、まあ、ね、使う方は使えないけどね。うん、いいんだ、あれだ、陰気にやすいんだよ。うん、やすいんだ、いいんだけど、うん、なんか、すごいだよね。うん、今までのさ、名場面集みたいな。確かにね。うん、うん、で、スタンプが作ったら、はい、その時にやってるのを買えるんだ。カレンダー？うん、それハードル高くない？今年の目標？これ今年はスタンプ、来年カレンダー。カレンダーって、あの、あれよくないですか、日めくりの。あ、そういうの、そういうのでいい、うん、31日あるやつ、うん、で、名言みたいな。いいね、なんか面白い言葉ね、うん、2人で話してる適当に、うん、ピカチュウバンドが。いや、名言じゃないか。なんか作りたいのがした。日めくり系だったら、まあ、小さめのやつでね。うん、スタンプは作りたいな。スタンプ欲しい人コメントください。うん、うん、あと、うん、提案。あ、どれがいいんじゃないみたいな。俺、あれも作りたいよ、あのスタンド、ガチャガチャみたいなやつ、クリアスタンドみたいなやつ。いや、レジェンさんさ、すごいよね、多分需要なくないって思っちゃうんだけど。そんなことないの。なんかあるよ。立てたいもん、ここに、俺と井上さん。待って、 あれとかこう立てたいもん、クリアスタンドにして。あ、そうか、うん、それ結構欲しい人、15人くらいしかいないと思いますよ。その15人が10個買えばいいんですよ。だって YouTube だって、この間のスペータンニング来たじゃないですか。はいはい、あの大会前に出して、うんうん、あれ母親、あれが6000回ぐらい出るから。だから母親のおかげで多分収益が2000か3000入ってると。うちの母親は多分ゲストポーズ、うん、あの8万回ぐらい見てる。3万回入ってるの、収益。母ちゃんのおかげで。実質3万再生ぐらいです。なるほど、なるほど。ちゃんと見てくれよ、みんな。みんな見てくれよ、本当にもう。ずっと見てるもんな、父ちゃんと母ちゃん。そうっすか、うん、まあ、嬉しい、それ。うん、まあ、数ぶりですごい見てる。マジっすか。うん、だってインスタもフォローしてるよ、父ちゃん、母ちゃん。うん、本当ですか。うん、それちょっとなんか一気に緊張してきたら。うん、緊張しなくていいですよ。井上さんのことも聞いてくるよ。マジですか。うん、井上さんでどういう人って言ったら、はい、ちょっと目が悪い人って言ってる。いやいやいや、情報量全部メガネだけだよ。ちょっと目が悪いぐらい。メガネをかけたから。伊達かな、あれってどう入ってんのかなって。マッスルグリルにご出るようになってから、すごいマッスルグリルを聞いて、もうそれまでマッスルグリルなんて全然興味なかったもん、ね。はい、いや、まあ、それはそうでしょ。うん、それはなかなかね、うん、うん、そう、うちも炊飯器もないしさ。はい、あんのかな、炊飯器。あるでしょ。まあでも、父ちゃん、母ちゃん、ばあちゃんしかいないから、はい、米は食わないですよね、もう。あ、何食べですか。爪。いや、怖っ。バリ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 。交換で作って、交換。今日はばあちゃんの爪ね。確かに、そういうコアな人が、例えば今日だから来てくれる人も、うん、20日来てくださった方も、うん、僕ちょっと結構熱にびっくりしちゃった。あ、確かに確かに、うん、こうってなりましたね。いや、もう嬉しかったっすよ、うんうんうん、こんなことを、こんな風に俺のことを思ってくれてる人が世の中にいるのって、うんうんうん、思いました。確かに確かに、うん、俺なんてどうせ世の中で誰にも必要とされないでしょと思って。そんなやめてください。の、俺、横に俺どうすればいいんですか。やめてくださいよ、ほんとに。そう、メイヘラみたいな。レーシックする。目の悪さ関係ないから。目が悪いから、そこに限りじゃない。いや、ほんとに、確かにそうね。こうやって興味持ってくれるってすごい嬉しいですよね。いや、嬉しい。言っちゃえば、アンチもほぼファンですからね。そうっすか。いや、知らない。確かにね、うん、そうやってクリアスタンドじゃないですけど、うん、まあ、ちょっといろんな方向で考えていきます。いや、確かに確かに、必要が、それが、まあ、売れる売れないとかっていうのもまた、うん、それも大事なんですけど、うんうん、我々がそのお金から、ね、借金しながらやることになっちゃうから、うんうん、だから、まあ、需要があるものをね、ちょっと聞いて、うん、間違えてる、こっち、こっちさっきもくれた。いや、井上さんいなかった、井上さんいなかった、金巻いてたから。三つ瀬くんがフワッツだ。これ、いちごおいしいね、うん、井上さんも食う。わかります。じゃあ、関さん、今日こんなとこっすか。うん、はい、2024年一発目の動画とさせていただきます。なんかちょっとね、あの、皆さんに今年も福があるように。そうですね、うん、はい、少しでも僕らを見て笑っていただければいいと思います。はい、はい、そう思ってます、うん、はい、昨年も大変お世話になりましたが、今年もよろしくお願いします。本当ですね、今年も駆け抜けましょう、はい、そうしましょう。はい、うん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。